皆さん、こんにちは。今月も来ましたね、第13回ソロレイド。今回もできるだけ操作を楽する編成や立ち回りを紹介していきます。まずはじめにインディビリア戦で重要となる貫通について。インディビリアはハサミプラスコアの4貫通を狙えるポイントが2個あります。一つが自爆雑魚召喚の時のハサミを中央で合わせるモーション。もう一つが尻尾を破壊している場合のクローウェーブを準備する瞬間です。タイミングは一瞬なので、一瞬でダメージを出せる。スノホアやマックスのスコアに大きく影響するテクニックですが、タイミングが一瞬で少し難しいので、今回の動画ではこの4貫通は扱いません。ただタイミングを合わせるだけでそこまで難しくないので、スコアをさらに伸ばしたい場合はぜひ試してみてください。ということでまずは第1編成。ティアナがレッドフード編成ですね。まずはインディビリア戦のポイントについて。インディビリア戦で気をつけることは次の3つです。1つ目がループ終盤までに必ず尻尾を破壊すること。インディビリアはパーツの破壊状況で行動が変化し、尻尾を破壊できなかった時遮蔽貫通の単体攻撃が行われ、1人は確実に落とされてしまいます。そのため尻尾を壊す必要があるのですが、この尻尾はかなり大きく揺れるので通常は破壊が困難です。ただ今のように、自爆雑魚召喚属性バリアまでのタイミングであれば、尻尾の動きはかなり緩やかなので狙って壊しやすくなります。なので自爆雑魚を倒した後のバーストで必ず尻尾を壊す。これを意識しておきましょう。ちなみに尻尾を壊せている場合でハサミが片方でも残っている場合、インディビリアは全体攻撃を行ってきます。この編成やクラウン編成であればバリアで回避できますが、他の編成では受け方に注意したいところ。パーツが全て破壊できているならこのように攻撃は行われず、数秒間のダウン状態となります。火力が足りているのであればこのように被弾を減らせるので、アタッカーをどのように割り振るかが今回の肝になりそうです。二つ目のポイントは敵の攻撃への対処です。今回特に気をつけるのはマシンガンとポイントレーザー。マシンガンは挑発がなければ攻撃力最大の味方を狙ってきます。6回攻撃してくるのでダメージとしてはかなり大きくなり、遮蔽物で受けると後々の攻撃の対処が難しくなるので、タンクやヒーラーなどの編成面での対策が重要になってきます。二つ目がこれ、ポイントレーザー。この攻撃は HP で受けると追加ダメージがあり、火力型であれば一撃で落とされかねない強力な攻撃になっています。なので必ずバリアか遮蔽物で受ける必要があります。ランダムターゲットではありますが、攻撃の直前に、キャラアイコンに赤マークがつくので、赤マークがついたキャラクターに操作を変え、攻撃をやめて遮蔽で受けるようにしましょう。ちなみにオート射撃中は遮蔽受けができないので、今回は面倒ですが射撃オートは切ることをお勧めします。前半のポイントはこんなところ。あとは属性バリアの破壊を遅らせるというポイントもありますが、それについてはまた後で紹介します。ということで後半、まずは白丸プラス赤丸攻撃です。白丸の出てきた順に赤丸が出てくるので、それを破壊していきましょう。ここは連射系の武器があると楽ですが、赤丸は全10個なので相談数を増やしたキャラなら、割といろんな割り方があると思います。それが終われば後半開始。私はここでレッドフードの B1 を切ります。頭がブンブン動いて貫通が狙いにくいので、ここは私はオート射撃に頼ってますね。ただこの後の針ミサイルやポイントレーザーで、ハイドしたい時があるので序盤を乗り切ったら切ることを推奨。で、第2形態の注意点1がこの針状のミサイル。挑発がなければ攻撃力が最大の味方に向かいます。迎撃も可能ですがちょっと難しいので、ステップ回避で避けることを推奨します。その後はポイントレーザー、前半と同じくアイコンを見て、回避するようにしましょう。ブレードが壊せてなければこの後に全体攻撃が来ますが、だいたいここら辺で時間切れになります。第1編成については以上。続いては第2編成。今回のソロレードでポイントとなるのがスノーホワイトの使い方。扱いが難しいスノーホワイトをできるだけ楽な編成に入れることで、乾燥を楽にするというコンセプトです。私のスノホアは有利コードレイですが、クラウンが無駄にならないくらいには、いいダメージを出せていたので、育てている方は騙されたと思って、使ってみてはいかがでしょうか。立ち回りとしてはひたすらスノーホワイト砲で、パーツを撃てるようにするだけですね。通常攻撃でパーツが破壊されやすいので、尻尾以外はある程度通常攻撃でパーツを狙わない、といった工夫をするとパーツが貫通しやすくなります。クラウンのバリアがあるのでポイントレーザーも、基本的には無視しても OK ですがちゃんとハイドした方が安全です。私はこんな感じにペッパー操作で、バースト発動から5秒後くらいに壊したいパーツを狙っていますが、これが難しいようでしたら普通にスノーホワイト操作でも大丈夫です。この編成のポイントはペッパーですね。ペッパーは最後の弾丸発射で HP 割合が低い機体を回復します。
それとバーストによる全体回復でクラウンの攻撃バフを起動します。最後の弾丸による回復はラプンツェルより対象が少ないので、発動はあまり安定しませんが、バーストにも回復があり、そこで確実に発動するので、スノーホワイトのバーストと非常に相性がいいです。ラプンツェルと比較したメリットはバースト1の CT 短縮が不要という点、またオートでのバーストためも早く、クラウンのバフもあり、ペッパー自身もかなりの火力を出す、といった点ですね。ここで今回の属性バリアについて、今回の属性バリアは鉄鋼以外のダメージを通しません。ただ猶予時間が長く、硬くもないので、リターやマルチャーナなどの支援型でも十分破壊できます。あとは猶予時間が長いので、鉄鋼アタッカーの場合は、あえて破壊を遅らせることも一つの手です。最速で破壊すると大体最後の10秒くらいは、赤丸プラス白丸攻撃で殴れなくなるので、バリア中にダメージを稼ぐことも重要ですね。あとは遅らせることで行動のタイミングが変わるので、三貫通を狙う場合は赤丸破壊のタイミングも重要です。ということで第2形態。この編成の第2形態の注意点も先ほどの編成と変わらず、針ミサイルとポイントレーザーに注意。あとは第2形態は頭が動き回るので私は貫通はオートに任せています。そのくらいですね。では代用について。代用としてはクラウンはなし。ペッパー水着ヘルムはリターラプンツェルなどに変えられますが、今回は3編成目との兼ね合いでこのようにしています。ヘルムはダメージが1億ほど下がりますがドラーでも OK。アタッカーの2人は自由枠ですね。他の編成だとスノーホワイトの扱いがさらに難しくなるので、この編成か、第1編成のようなバリアで硬い編成に入れるのが、丸いかなぁと思ってます。スノーホワイトが育っていない場合はランキングの編成のように、ここにレッドフードを入れたり、黒グレンアリスにしたりして、次の3編成目にスノーホワイトを入れることになりますね。ルドミラも自由枠です。ただ弱いアタッカーだとクラウン編成のバフがもったいなかったり、あとは尻尾の破壊能力も少し欲しいことには注意が必要ですね。鉄鋼有利はなるべく分けておきたいのが難しいところ。ということでこの編成は以上。次は第3編成、レムプラス黒グレンアリスです。マシンガンが結構痛いですが、対象が黒グレンとレムで分散したり、緊急時は遮蔽受けも使って耐久する編成になります。先ほどペッパー水着ヘルムでリターを残しておいたので、ここで属性バリアの破壊遮蔽回復要因として採用できます。基本的にパーツ破壊の火力は過剰気味なので、分岐行動については問題ありません。マシンガンはレムの回復プラス遮蔽で受け、このポイントレーザーも遮蔽受けで安定して受けられます。今ミスって黒グレンが受けてしまっていますが、こうなってしまうと次のマシンガンを耐えきれないので、黒グレンバースト中に来るマシンガン攻撃は、黒グレンをハイドさせる必要があります。ちなみにここまで火力が十分なことが多く、ハサミが残っている場合の行動を見ていません。ハサミが残っている場合は黒ウェーブ全体攻撃を行ってきます。火力としては育成が足りない火力型はギリギリ落ちてしまうくらいの火力。第1、2編成ではケアはクラウンの個別バリアで貫通できましたが、この編成ではその対処法が使えないので、遮蔽物をオフピーで受けることになります。幸いこの編成にはリターがいるので遮蔽受けでいいですが、遮蔽物もかなり削られてしまい、その後が安定しなくなるので、理由がなければとりあえず全てのパーツは壊すようにしましょう。ちなみに1周目のパーツと2周目のパーツはおそらく HP が変わっており、2周目の方がパーツは壊しにくくなります。2周目は結構な火力がないとハサミが残ってしまうことが多いので、火力が足りなさそうであれば事前に全体攻撃の受け方を考えておいた方がいいかもしれません。ということでこの編成の立ち回りは以上。続いては代用を見ていきます。まずリターの代用について。リターの役割は CT 短縮と属性バリアの破壊。あとは遮蔽回復と火力バフですね。遮蔽回復は最悪なくてもなんとかなります。安定度は下がる。ドレイクの箇所は完全に自由枠なので、リターを冬ミカに、ドレイクをドラーのように。CT 短縮キャラプラス鉄鋼属性で同じ役割はこなせそう。ただグレンアリスの火力が下がってしまうのはもったいない。ドレイクの箇所は単体で活用できる置物バッファーと変えてもいいですね。今回はほぼレム操作でバーストためが欲しかったこともあり、ドレイクにしてはいますが、アリスを操作できる場合はヘルムやユルハの方がダメージは出そう。ギロチンもありだと思いますがレムの攻撃力を上回ってしまうと、マシンガンで落とされてしまうことには注意。レムの代用はドレイクの箇所をノイズやラプンツェルなどのヒーラーにし、バースト2の20秒としてノベルやエレブを入れるのが丸いのかなと。黒グレンアリスを変える場合はほぼ総特化になりそうですね。私がやった感じこんな感じの編成で多くのダメージになっていました。ダメージは下がってしまいますが、3% を目指すだけであれば、40億あればほぼ確実に安全です。ちなみにこの動画を編集してる5日の午前5時時点では、
12億で 2.93% でした。初日のボーダーはあまり参考にはなりませんが、それでもクリスタルチャンバーやウルトラを超える38億とかはなさそう。それくらいならスノホは編成一つうまくいかなくても出せますし、無理に全員活躍させる必要はないと言われればそうなんですよね。では4編成目、ブラノアマクスの置物モダニアです。このマクスウェルは最初にも言った、4貫通がかなりやりやすいキャラです。この動画の通りのタイムラインでも最初の4貫通と、パーツ復活後の3貫通が狙えるので貫通ができるか試すにはいい編成ですね。この編成も立ち回り的には他の編成とほぼ同じです。この編成では大抵の場合モダニアにマシンガンが向くので、それをブランの不屈プラス HP 回復で耐久、バーストが遅いと普通にモダニアでも落ちてしまうので、赤丸破壊を考えてもなるべくマクスウェル操作が良さそう。尻尾についてもモダニアの通常攻撃で十分破壊できます。なのでポイントレーザーで落とされることだけに注意ですね。ちなみに尻尾の先の方はインディビリアが最前列にいても、スナイパーの適正射程距離に入っています。まあ尻尾はブンブン揺れてるのでほぼ狙えませんが。この次のバーストでマクスウェルのバーストの回ですが、赤丸破壊のタイミングがうまくいけば、マクスウェルのバーストの発動と自爆雑魚召喚が重なります。なのでここでも3貫通が狙えますね。ちなみに3貫通はおそらく中央にマクスウェルを置くのが、一番成功率が高いので、狙うのであれば編成順は変えましょう。あとこの編成に関係があるのはインディビリアのデバフ免疫ですね。インディビリアは前半は属性バリアーと、後半は針ミサイルの後25秒間のデバフ免疫を自分に付与します。この効果が発動するとそれまでかかっていたデバフが全て消え、効果時間中はどんなデバフも受けなくなります。この編成で言えばブランの受けダメージ 40% アップのデバフが、無効化されてしまいます。マクスウェルのバーストはかなり火力が変わってくるので、なるべく属性バリア中、もしくは直後にバーストを打つと、ダメージの減りが最小限に抑えられるかもしれません。こんなところですかね。では代用を考えていきましょう。まずはボリュームの代用から、コンビバッファーは B1 の CT 短縮がほぼ必須なので、ここの代用はそのうちの誰かということになりますね。個人的にはこの編成が一番ダメージが出なかったので、ボリュームにしてますが、相性的にはリターが一番良さそう。ちなみに今第2形態に入りましたが、第2形態に入った後はすぐに白丸画面に移行してしまうので、ここで使ったマクスウェルバーストは無駄になりやすいです。ですがこういった風に打たずに持ち越し、次のバーストと同時に打つといったこともできます。では代用に戻ります。ブラノアは固定枠として、アタッカーですね。鉄鋼は一人は欲しいので、マクスウェルの箇所はカエルにしてもソリンやラプラス、スノホアなどの、鉄鋼アタッカーに変えることになります。あとはモダニアの箇所ですね。この場所は攻撃力が高いアタッカーなら誰でも変えられますね。グレンに変えても不屈プラス遮蔽受けで乾燥することもできます。またグレンに変えた場合、ほぼ確実に不屈が発動するので、尻尾が破壊できなかったとしても遮蔽貫通攻撃を不屈で受けられたり、ギロチンなども良さそうですがこちらは攻撃力調整ができないと、HP が減らなさそうですね。ただこの二人は次の編成にも使うことができるので、変える場合はその編成と相談です。ということでこの編成については以上。守ることができてよかったです。最後はドロプリグレン編成。なんだかんだ最近ビスケットが多かったですが、今回はマルチャーナが鉄鋼なので回復兼バリア解除薬として使えますね。水着アミスは火力バフは優秀ですが通常攻撃は SG なので、パーツの破壊には寄与しないことは注意。その代わりグレンの通常攻撃とドロシーのパーツダメージアップで、パーツの破壊力自体はそこそこありますね。マシンガンはグレンで受け、ポイントレーザーはハイドで受けると、基本的には今までの編成と変わりませんが、この編成では一つ絶対に気をつけることがあります。それがグレンの遮蔽を守ること。これは私の育成不足の問題ではありますが、2周目の硬いパーツをこの編成では破壊することができませんでした。なので2周目は全体攻撃受けの手段を用意しておいた方がいいです。グレン以外は耐えられるので HP 受けで問題ないですが、グレンは直前のマシンガンの影響で HP 受けができなくなっています。なので遮蔽受けが必要になるのですが、グレンはマシンガン受けで遮蔽がかなり削られやすいです。なのでフルバースト終了直前にリロードを入れることなどの、テクニックを使い、リロード時間を減らすことで、かなり乾燥のしやすさが変わってきます。代用は難しいですね。グレンであればモダニアやギロチン、あとはリロ速 100% のビスケットが、候補に上がってくると思います。水着やミスでも似たような感じですね。ドロシーを変える場合は多分第3編成をノイズプラス桜などにして、そこからボリュームなどを引っ張ってくることになりそう。マルチャーナがいない場合はノベルなどの鉄鋼 B2 を入れて、
耐久面はノイズなどを入れることになるのかなと。という感じですね。ここからは今回の動画で使ったキャラのステータスを流します。倍速で流しているので 0.5 倍速か、一時停止推奨です。こんな感じで今回の動画は以上になります。動画投稿が遅れて申し訳ない。かなり駆け足の説明なので足りない部分などがあると思います。気になったことはコメントで聞いていただければ、できる限り答えるようにするのでぜひ聞いてください。今回は鉄鋼有利なのでかなりダメージは稼ぎやすいボスですが、アミバで新規が増えているからかボーダーの感じはそこまで伸びてません。なので36億くらいあれば安全圏かなぁと思ってます。まあまだ初日なので全然わかりませんが、そんな感じなので今回のソロレイドも頑張っていきましょう。ということで今回はここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。この式では本格的に授業を始めます。命拾いしたら数秒ばかりだね。リロードしますね。ノイズの整理します。この式では本格的に授業を始めます。私と一緒に行きましょう。この時期では本格的に授業を始めます。休むことなく撃つのです。地下水補給中。地下水補給中。これでビーチに遊びに行けるわね。